私の名前はなるみ。タワマンに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私が今ここに住んでいるのは引っ越しをしてきたからなんだけど、引っ越しをする前の地域のママさんから LINE が。その人とは引っ越し前は仲良かったんだけど、引っ越ししてからはあまり交流はなかったの。何のようなんだろう。なるみさん、あたいが来ちゃった。来ちゃったってどこに。なるみさんに会いに来たの、あたい。え、それってもしかして今こっちにいるってこと。そうなの、どうしてもなるみさんに会いたくてね。久しぶりだよね。いやいや、ちょっと待って。私も久しぶりに会えるのは嬉しいんだけど、来ちゃったってどういうこと。来月日程を合わせるとかそういうことじゃなくて。もう待ちきれなくて会いに来ちゃった。なるみさん喜んでくれるよね。いや、普通に考えて非常識。え、久しぶりにママ友に会えるのに嬉しくないわけ。遠路はるばる会いに来てあげたんだよ。会いに来てくれたのは嬉しいし、私もいろいろ話したいことあるんだけど、いきなり来るのはさすがに迷惑だよ。私にだって用事があるし。そんなこと言ったって、どうせなるみさん土日休みでしょ。それはそうだけど、私の子供も一緒に連れてきてるから娘さん喜ぶと思う。子供同士すごく仲が良かったじゃない。いや、それはそうなんだけど、どうしたの。こんな非常識な人じゃなかったのに。なるみさんが住んでるタワマン見てみたいなと思って。ああ、そういうこと。私の住んでる場所とか仕事を聞きつけて近づいてきたってことね。そんなんじゃないよ、ただなるみさんに会いたいって思っただけ。住んでる場所とか関係ない。ない、大手で働くなんてすごいよね。シングルマザーも大変じゃない。今は婚約者の彼と同棲してるから。え、そうだったんだ。それは知らなかった。ごめんね。邪魔する形になっちゃった。知らないはずないでしょ。彼と同棲し始めた時の SNS にコメントしてたじゃん。ああ、そうだったっけ。ごめん、私忘れっぽいんだよね。とりあえず、なるみさんの家の近くまで来たんだけど、もちろん家にいるよね。家にはいるけど、彼氏も一緒にいるの。ミサさんだって気まずいでしょ。何言ってるの？私のコミュニケーション能力忘れたの？大丈夫だよ、私すぐ仲良くなれるから。確かにコミュニケーション能力は高かったけど、そういう問題じゃなくて。お願いよ、私の娘だって会いたがってる。私だって会いたいんだから、なるみさんにも娘さんにも。わかった、そっちに迎えに行くから現在地を教えて。わーい、じゃあ私待ってるね。彼女を見たら大荷物で泊まりに来たのは一目瞭然だけど、娘が喜んでる手前追い返すわけにもいかず、結局そのまま土日泊まっていった。婚約者の蓮もコミュニケーション能力が高いからすぐ打ち解けたけど、申し訳ないことしたな。いつまで家にいるつもり。え、うちの家ペットカメラがあるから見えてるんだよね。娘ちゃん小学校もあるのに、なんで家にいるのよ。そんなこと言わないでよ。あなたが朝寝坊したから昼には家を出ていくって言ったじゃない。なんでくつろいでんのよ。ペットカメラなんてあるんだ、知らなかった。あなたのことを信用して家を開けたの。その信用を裏切るようなこと絶対しないでね。はいはい、実は今うちの学校でコロナが大流行中で、娘の学校しばらく休みになっちゃったんだ。それはいいんだけど、家に帰れば。だってこんなにいいお家だと思わなくて。少しの間お世話になります。ミサさん仕事してなかったっけ。パートだったんだけど、そっちは辞めちゃった。だから心配しなくていいよ。私が心配してるのはそのことじゃないんだけど。もしかしてお金入れた方がいい感じ。そうだよね、お世話になってるんだからお金渡した方がいいよね。そういうことじゃなくて、家に帰ってほしいの。私ここの近くでアルバイトする。は？アルバイトすればなるみさんにお金を渡せるし、解決解決。何言ってんのよ。なんでこのまま私の家に住むみたいな流れになってんの。まあまあ、お堅いことは言わずに。幻滅した。え、あなたのこと友達だと思ってたのに、まさかここまで常識がない人だったなんて。なんでなるみさん怒ってるの。やっぱりお金を渡さないから。お金もアルバイトして渡すから。だから家にいるのが迷惑だって言ってるでしょ。でも娘ちゃんもワンちゃんも彼氏さんも喜んでくれた。蓮は気を使ってた。彼は全然気にしないでって言ってたけど、家でくつろげないのはストレスだと思う。彼氏さんが気にしないでって言うなら気にしなければいい。
実際問題楽しかったでしょ。アポなしで来てなければもっと楽しかったけどね。彼に申し訳ないとかいろんな考えで全然楽しめなかった。そんなこと言わないで。よかったら仕事早退してくれま。そうすれば二人でゆっくりお話できるよ。話にならないわ。それじゃあ私小休憩終わったから今日の夜には帰ってもらうよ。いやん。結局その日の夜に何とか説得して帰ってもらったんだけど、その後またすぐに LINE が来たの。近いうちまた遊びに行くね。積もる話もいっぱいあるし、今度は二人きりで楽しんじゃおう。じゃあね。2週間後。なるみさん、今日からよろしくお願いします。これからなるみさんと一緒にタワマンに住みます。引っ越したけど。え、言ってなかったけど私戸建ての家を建設中だったの。予定より早く作業が進んでもう引っ越しまで終わっちゃった。は？ガチ？ガチ聞いてないんだけど、今タワマンの目の前にいるんだよ。どうせ嘘なんでしょ。私今すぐ部屋に行くから。今そこは空き部屋だから。ちょっと警備の人から止められた。私に会うことはできないってわけ。そんなの困るよ。私キャリーバッグ持ってきたんだよ。荷物いっぱい持ってきたんだよ。なんで勝手に一緒に住むことになってんの。彼氏かよ。別にいいじゃん、ちょっとの間くらい。普通に考えて非常識だって。今回もアポなしだし。今回は事前に LINE してたじゃん。近いうちに遊びに行く的なやつ。あれアポ取ったって言わないから。ちょっとちょっとちょっと、娘もいるのにどうしてくれるのよ。だいたい娘さんなんで連れてきたの。さすがにもう学校は閉まってないでしょ。今日は土曜日だもん。今日だけの話じゃなくて、私の家に住むとか言ってたこと。だってタワマン最高だもん。それに私、なるみさんとたくさん話したいし。私今あなたの顔を見たら文句を言ってしまうと思う。え？こんなことをされて今まで楽しかった思い出まで台無しになった気分。子供の目がある手前何も言わなかったけど本当にがっかりした。そんなこと言わなくたっていいじゃない。ちょっとぐらいお裾分けしてくれたって。そんなにこの家に住みたいなら家族で引っ越してくることだね。な、そんなの無理だって分かっててバカにしてるんでしょ。もうなんなのよ。ゆり、どうしたの。分かった、そっち行くね。ちょ、誰よその女。ムキー。ゆりとひまわりとミサのLINE。なるみさんの親友のゆりと申します。同じく親友のひまわりです。よろしくね。なるみさんの友達のミサです。これから仲良くなれるように私も頑張ります。なるみさんの許可を取らずに勝手に家に突撃してきたんですよね。前回も勝手に来て土日泊まっていたとか。げ、なんで知ってるんですか。別に敬語じゃなくて大丈夫ですよ。私のは癖みたいなものですので。じゃあなんで知ってるの。もしかしてなるみさんが話したとか。ああ、簡単に言うとですね、ゆりはなるみさんのことが大好きな、なるみさんのストーカーなんです。え、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視してますし、なるみさんのことが好きすぎるあまりタワマンの隣の部屋に引っ越したんですから。やっぱなるみさん変な人に絡まれやすいって言ってたけど、まさかここまでとは。ドキュンと一緒にしないでください。私はなるみさんを守るためにいるのですから。ミサさんが家に突撃してきた日もどうせ監視してたんでしょ。あの日はなるみさんから OK が出ましたので。監視。あなたがおかしなことをしないか見張っていたのです。あとちなみに月曜日あなたとお子さんがなるみさんの家にいましたよね。うん、それももちろん監視されてます。多分壁に耳を当ててじっとり聞かれてたんじゃないですかね。そんなことしませんから。そんな昔ながらの方法じゃなくて、今は画期的な機器がたくさん。まあそんなことは置いておいて、あんなに警戒心の強いなるみさんがあなたを置いて仕事に出かけるはずがないでしょう。確かに。そうなの。私のことを信用してくれてるだけじゃないの。いいえ違います。私があなたを見張っていると私のことを信用してくれているからです。あなたへの信用は 0.00001、 私への信用は100万。わかりましたか。まあ何でもいいけど。そこ変に張り合わない。私はなるみさんと話したいの。家どこ。ちなみになるみさんの戸建ての隣には私の家があります。私もいますよ。なるみさんに近づこうものならあなたのこと。ゆりは今までいろんな人を離婚させたり怪我を負わせたりしてるもんね。
気をつけないとですよ、ミサさん。それより時間の無駄なので本題に行きましょうか。住所を送りましたのでここに来てください。え、なんで住所教えちゃうの？どういうこと？私に何する気？怖いよ。先ほども言った通り、私はなるみさんに関わった人のことを調べ尽くしています。え、なのであなたのことも知っているのですよ。モラハラ夫クソ義両親にいじめられているのでしょ。それは。え、そうなんですか？じゃあどうしてなるみさんのところに来たんですか？いや、なるみさんに助けを求めたいならなんで話さなかったんですか？正直に言ってくれればなるみさんが手伝ったはずなのに。いや、その、そんなに次々と質問しては答えづらいでしょ。男性がいたから話せなかったんですよね。大丈夫ですよ。正直に話してください。正直に話して。ユリは知ってるみたいだけど、私は何も聞いてない。あなたの口から聞かないとと思って。実は私、夫からちょっと前から暴力振るわれてて、その後も言葉の暴力とかもいろいろ。それで。ゆっくりで大丈夫ですよ。義両親と同居するって言ったからちょっとマシになると思ったら逆だった。めちゃくちゃ私のことをいびるお母さんに、私がお風呂に入ってると間違えたって入ってくるお父さん。直接的に何かされたわけじゃないけど、スカートとか履くとジロジロ見られたり、この間はお尻を触ってきそうになって耐えられなくて出てきたの。それならレンに席を外してもらって行ってくれればよかったのに。なんかちょっと前から男の人が全員無理になっちゃって、近くにいると怖くてついつい愛想笑いとかしちゃって話せないの。妙にテンションが高いなと思ってたのはそのせいか。娘を実家に置いていくわけにもいかないし連れてきたんだけど、どうしていいか分かんなくて、でも家には帰りたくなくて、でも娘の学校のこともあるからどうにかしないといけなくて。私、その、分かった、もう大丈夫。そうでしょ、ユリ。はい、なるみさん。そんな汚い家族は海の藻くずにしましょう。魚にパクパク食べられるくらいがちょうどいいです。一番心強い人を味方にしましたね。それは、え、ユリが仲間になったらもう負けることはありません。ゲームで言うところのクリア報酬でもらえる最高武器みたいなものですから。何ですかそれは。確かにそれは言えてるかも。クリア報酬のチート武器的なね。そうですよね、なるみさん。私もそう思います。私の時は何ですかって冷たく言ってたのに。その、私はその、どうすれば。さっきユリが送った住所に来て、新築の家に呼ぶ友達一人目なんだから。なるみさん。違いますよ、なるみさんの家に入ったのは私が先です。回覧板を持っていく練習で私が一番に行きました。何をやってるんだか。そうだけど、家に呼んだのはミサさんが一番目でしょ。違います。じゃあ今すぐ私のことも呼んでください。ありがとう、なるみさん。私が一番に呼ばれたんですからね。ゆりさん怖い。ひまわりが変に脅かすから怖がられたじゃないですか。私怖い。大丈夫だよ、ゆりは誰よりも心が優しい人だから安心しておいで。なるみちゃん。その後、ミサさんはお子さんと一緒に私の家に避難。ミサさんの娘さんの学校には事情を説明してしばらくの間休みにしてもらった。そうしないと学校に乗り込んできたりするみたいだからね、あの家族は。ユリが何をしたのかわかんないけど、すぐに離婚が成立。ミサさんはびっくりしてたよ。絶対に離婚は無理だと思ってたのになんでって。ユリは見ての通り調べるのが得意だから、悪事を調べて脅したってところかな。ミサさんはユリとひまわりの助けのもと、今こっちで生活してる。シングルマザーは大変だけど、来月からご両親が一緒に住んでくれるみたいだし、きっと大丈夫でしょ。ミサさんの元旦那さんとその家族は今闇の水族館で晒し首になってるとか。生きてはいるけど水の中に入れて意識が飛んだらあげるをひたすら繰り返してるってさ。今はそれだけで済んでるけど、きっとその後は新種の深海魚にパクリなんてね。ミサさんはユリが優しい人だってもう分かってるんだけど、とっさに声をかけられると条件反射でビビってる。それにがっかりしてるユリがちょっとだけ可愛くて笑ってるのはここだけの秘密ね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。
それでは次回の動画でまたお会いしましょう。